ゆっくりドラム講座ソカ。皆さんこんにちは。ドラム教室スクールと講師のレイです。初心者から高裏木まで歓迎しております。ドラム教室スクールと講師のレイです。早速ですがチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日伝授いたしますのはソカ。ソカとは何かと言いますと、イカリアね、まあ、聞いた方が早いですかね、まあ、ラテンの一種、南米の民族音楽の中の一種ってことですかね。まあそっか、どんなやつかっていうと、早速叩きます。これね、いろんなとこでも聞きますね。ドンツタドンタン、ドンツタドンタン、うん、では早速譜面を出すとこうですね。ドンドンツタドンタン、うん、まず最初はゴリ押しでいいんで、ドンツタドンタン、何も考えなくてね、手順だけ守ってドンツタドンタン、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 うん、譜面通りやってみましょう。ドンツタドンタン、まあそんなに難しくはないと思いますけどね、うん、ちょっとドラム叩いて8ビート叩いてってぐらいの人なら、まあまあちょっと頑張れば大丈夫なぐらい、うん、ドンツタドンタン、では叩きます。はいとね、じゃあまあとりあえず叩けるようにしたら、ここからかっこよくしていこうと、うん、でかっこよくするにはドラムには音程がございませんってことは、強弱をつけるしかないってね、うん、このソカっていうのはなぜか裏打ちになっております。理由は知らん裏打ちって何かというと、ツンタンツンタン、ワンエンツエンスリーエンフォーエン、ワンエンツエンスリーエンね、ワンエンツエンリーエンフォーエン、要するに8分音符裏に強が来てる、アクセントがついてるってことですね。で、これハイハットで叩くんですけど、ハイハットで強の時はこうね、スティックの腹で端っこを叩く。これ上叩くといまいち音程が変わんないですよね。音程ちゃうわ、強弱がいまいちつかない。うん、まあつくといえばつくけど、結構頑張らないとつかない。うん、あとこういった方がそれっぽい音出ますからね。あとちなみにこれストローク、ちなみにみんな知ってますか、ダウンアップ奏法。ドラムの基本中の基本ですね。ダウンストローク、アップストロークっていうのを繰り返すやつです。知らない人はダウンアップ奏法レイで検索した動画が出るんです、それを見ましょうと。はいと、でこれはソカの場合、これ裏打ちになってるって言ってましたね。裏にワンエンツエンスリーエンフォーエンってなるってことは、ストロークが変わるんですよね。アップダウン、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 これの繰り返しです。本当だったらダウンアップダウンアップなんですが、これがひっくり返ってアップダウン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 、まあ別に始まりが変わってるだけであって、やってることは一緒ですよね。うん、それでこれができたらスネアを入れていくと。ね、これであとで足を入れたら完成。では叩きます。ほいと、でここからまでできたら、あとはもう、じゃあ曲で使われてるようなリズムで叩きます。さっきも言いましたな、シャルル、バルンピーのシャルルね、これを譜面にしたらこうだー。はい、基本はドンツタドンタン、ドンツタドンタンで、ドンツタドンタン、ドタドタドン、ドンツタドンタン、ドタツタドンタンか、ドンツタドンタン、ドタツタドンタンが最後に入ってくる。でこれハイハット、あと開閉します。うん、開閉するだってけど、これ動きとしては下半身は同時です。右と左が同時で、動かしたらもうそれで、あとはこのダウンアップが合わせると、ね、勝手にこう開閉します、自動的にね。だからこれ、右手左手、右足左足全部バラバラ動かしてるように見えますけど、そうじゃない、下半身はずっと一緒ってことですよね。うん、でこれもさっき言ったのがアクセントをちゃんとつける、アップダウンアップダウンでね。うん、
で、できたらあとはスネアを入れるだけってね。ドンタドンタン、ドンツタドンタン、ドンツタドンタン、ドタツタドンタン。うん。で、これテンポ145、案外早いですよね。これもう練習するしかないわな。でドラムというのは基本あれですかね。基本繰り返し、反復練習が一番の近道ですかね。よく聞かれるんですよね。生放送とか私やってるんですけど、〇〇のコツないですか、〇〇のコツないですかってね。基本ないな、そういうのはな。練習あるのみでござる。才能は関係ないけど、まあ、練習は必要であるっていうことですかね。大丈夫です。みんなそれを乗り越えてやってます。うん。だから、公平ですよね。練習さえすれば上手くなる。では、叩きます！そうか、いろんなところで使われてるリズムなんでね、ここでしっかり覚えておくと君もかっこいいドラマになれるね。簡単でしょ。早いものでも終わりの時間が近づいております。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あと高評価もねぜひよろしくお願いいたします。その他いろいろ SNS 私やっておりますので、ね、ぜひフォローよろしくお願いします。あとね、私ドラム教室スクールド、ドラム教室スクールドっていうドラム教室やってるので、ぜひこれでもね、わからないことあればドラムがより上手くなりたい、そう思うことがあるのであれば、ぜひご連絡を。では、いつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょ。